並川県は、日本の政治家、外交官、奈良県天理市長、大阪文見市生まれ、東大寺学園中学校、高等学校を卒業後、防衛大学校国際関係学専攻に入学するが、1998年に2年次で中退した。2003年3月に、東京大学法学部を卒業し、同年4月に、外務省に入省。2007年に、 カイロ大学大学院、政治経済学部ディプロマ課程を2008年に、ジョージタウン大学外交大学院修士課程をそれぞれ修了した。2008年5月より在エジプト日本国大使館に当初期官。2011年12月、退官。退官後の翌2012年1月から11月まで、電通で戦略プランナーを務めた。2012年12月、 第46回衆議院議員総選挙に、奈良2区から、日本維新の会公認で出馬したが、自由民主党前職の高市さないに敗れ、時点で落選した。その後、日本維新の会奈良県、第2選挙区支部が解散されたのに伴い児童。2013年6月18日、天理市長の南慶作が、次期市長選への不出馬を表明。6月20日、 並川は天理市長選への出馬を表明した。同年10月20日に行われた市長選挙は南市長の支援を受けた並川と元民主党系県会議員、自由民主党の推薦候補の三つどもいとなったが並川が初当選した。当日有権者数52,158人、最終投票率55.61%、就任後は 自民党を理支部の顧問となり、国政県政との連携をアピールして、姿勢を推進した。2017年、無投票で再選。出陣式には、奈良県知事の荒井翔吾のほか、高市さなや堀井岩尾など、自民党国会議員が出席した。ありがとうございます。